経過、空海記念堂、空海記念非清流寺は、中華人民共和国宣生省のこと、西安市南港の岩東区大岩東海道、鉄路病村にある仏教寺院であり、工房大師、空海ゆかりの寺として知られている。その古地は、東野と長安城においては、左側の新しい砂防にあたる場所であった。創建は、隋の海王二年であり、当初は、 霊漢寺と呼ばれた。初等の武徳四年に一度、廃寺となったが、流祖二年に再建され、観音寺と改められた。清流寺と解消されたのは、慶雲二年のことである。当中期には、慶からの密教僧らが従事するようになり、日東留学僧たちとの関係が生まれた。空海は慶家に学び、天台宗の縁林や、縁鎮らも慶家の法経に連なる法然について、 密教を学んだ。解消5年、解消の廃物によって、再び廃壊された。しかし、第16年には、一旦復興を果たし、五国寺と改められている。ただ、東末五代の動乱によって、都の長安は、急速に錆びれてしまった。そのため、以後三旅姿を消すこととなった。1982年以来、 西安人民政府が青流寺の石と伝承されてきた石仏寺周辺の発掘調査を行い、多数の東大の遺物を発掘し、この地位が古の青流寺であったことを確かめた。青流寺は復興され、そこには日本からの寄贈で空海記念碑、経過、空海記念堂が立つ。また、連世吉高により四国八十八箇所の霊番札所と名付けられた。 ありがとうございます。